金日野駅地は大韓民国の企業家である。2016年5月13日に四世代学校博物館に白木山荘石灯と異物1803点を寄贈し、その遺物が展示されている。郷は降臨である。四世代学博物館金日の駅地はキリスト教都市として有名な平安北道線川郡で生まれた。幼い頃から聡明て大人から賞賛を受けて育った。 1963年4世代、学校政治外学科を卒業し、米国ドレクセル大学で MBA と PDC を終えた後、国際大学と政経大学で教授をしている。株式会社の工学工業代表取締役と、正規の工学代表取締役を歴任し、現在純仕事企業、優一企業、アイロン、およびスマートテックの社長である。 ギエソン中学校時代修学旅行で、白木時代の遺物に感心して、後の貴重な遺物を収集した。彼は、韓国の経済発展の現場で大きな活動をして、産業法省、商工部長官表彰、大統領表彰、国務総理表彰、国防部長官表彰、そして、鈴藤産業勲章を受賞した1800、ボリューム598、2016。 06-03-2016-05-13四世ユニバーシティミュージアムありがとうございます。